どうも、天使向井です、えー。このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況やガチャ動画なんかを上げております。えー、今からアニメの感想も喋りますけれども、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、あけびちゃん、8話見させていただきました。あのー、さあ、本当にあの、腹割って喋りたいんですけど、 うーん、めちゃくちゃ良くないねえ。言ったよね。いいって、ずっと。そしたら、もっと良くなってきた。っていうことをみんな、思ってるよね。いや、本当にね、あの、すごいです。なんかね、押し寄せる多幸感。うん。 あの、マジで生配信してもいいんじゃないと思ってるぐらいの感じっていうの分かりますなんか、喋りたいんだよね。いや、本当に、あの、まあ、水泳勝負のところからスタートして、ね、じゃあ一体どうなるんだろうって、みなかみさんと、あけびちゃんなわけですけれども、うん。えー、まあ、それに対して、まあ、あの、テストの点数。 のくだりで、えー、そこのつながりの話にもなるわけですね。えぇ、ー、たつさんと谷川さんの部分もある。まあ、それが並行しながら。で、まあ、たつさんがガンガン、えー、勝負ごと、頑張るぞってのも、あんないいですね。ポニーテールで、メガネで、ちょっと小柄なのかしら嫌いな人いるわけないんだから。ごめんなさい。ちょっともう、今日はもう乱暴に喋っちゃう。いや、 いいしかない。いいしかない。本当に。ショッカー状態。いい。本当に。いや、これをね。あ、ま、と伊勢さんがやってんのがいいんだよね。えー、あんまり覚えてはいない。いいよね。伊勢さんがやってんのもいい。いや、まあまあ、そんな中で、えー、まあ、アンカー、水泳部の水なかさんがアンカーやるってなるんですけれども、まあまあ、ここで木崎さん、煽るやん。木崎さん。 煽りますやんでもその煽るのが、結果今回いいやんいや、あんなこと言われたら俺、アケビちゃんだったら、いや、いい、いやってやめてやめてってなるんですよ。あっち水泳部水泳部。でも、やっぱね、その純粋な、ここで、いやいやいやってなってないってことは、 木崎さんが本当に別にそういう邪推な意味じゃなくてちゃんと言ってるっていうのはあけびちゃんも気づいてるしっていうのが2人の関係性がここまで深いんだってわかる一瞬なんですありがとうございます寿司をください寿司をもらいたいぐらいめでたい本当寿司ってめでたい時に食べるもんだからうんそうなんですよまあそれに対してえー水上さんと 制服をかけた戦いになる。でもやっぱこのアケビちゃんの制服への思いもいっぱい知れたじゃないですか。本当にまあもともとそのセーラー服を着たいっていう気持ちがあったけれども、やっぱりいざ奪われるピンチの瞬間が訪れた時に、やっぱりしっかりうっすらとね、涙を浮かべるあたりの、この、なんて言うんでしょう、やっぱめちゃくちゃお母さん好きじゃんとか、そう。 そんなんがめっちゃ伝わってくるんですよね。だからね、いや、ほんと、みなかみさん、いいこと言ったなというか、この勝負自体は、いいのかどうかもうその時点で分かんないんですけれども、やっぱね、僕はね、いいんですよ、水着で泣きそうになってるの。いいんですよ、うん。ね。で、まあ、それに対して、まあまあまあ、いよいよ、やりますせ、戦い、ってなった時の、そのね、 真剣な表情にみなかみさんハッとするところとかあとねストレッチしてるところこのあのさくぼみとかあれもうマジでルーブル行きじゃないですか美術館行きのイラストがドスンって出たらもうこれはうなるしかないんだよいやそらそういやここで今までずっと可愛い可愛い可愛いっていうこのあけみちゃんの中で真剣な表情そのかっこよさに 見取れるわけですよ。ここでかっこいいのカード使えんのかい ?8 話で、おいおいおいってなるとやっぱかわいいだけじゃないんだっていう。 ね。で、しかもその真剣な表情を出すために、実は水上さんは、そのセーラー服をかけてって言ってるっていう、この思惑通りのかっこいい表情をして、真剣勝負して、そこで負けてしまう。そこで少し泣きそうになってしまってる中、タッチの差で負けたでもセーラー服が取られるんだからの抱きついて、この水面もに入った瞬間、全員の呼吸が止まったのはどういうことだここがドキドキしているからだ。 っていう話いやこれはねあそこの瞬間って本当に僕らもその水面に入ったかのようなこの水の中って音がないですかその一瞬スッと静かになって世界がものすごく青く見えたってこれ青っていうのは何だろうって言ったら青春なんだそう それがね、め、めちゃくちゃいいシーンです。で、あそこに置いて、えー、皆上様テンション上がってるわって、でも、そう、ね、そこのまで、まあ、ケビさんまだ気づいてない。でも、実はまあ、嘘だった。ここで嘘だったで、怒る感情とかもあそこで出していないのが、ケビちゃんの良さなんですよ。 アケビちゃんの魅力も出して、みなかみさんの魅力も見せて、全員の魅力。あの、俺、拍手するところですら全員の魅力がある。この全員の魅力を一体、こんなにうまいこと伝える方法があったか、いや、ない。ね。よかったやん、って,言って。でも俺はやっぱりね、 辰森さんがいいんですよ。この後の勉強を教えてもらうくだりの辰森さんがノート隠して少し劣等感ありながら谷川さんに教えてもらったらって言って隠してる中、それをノート取られてる。あのノート取られてる時の顔とかもう最高なんですよね。えへへへ。うわぁ、めちゃくちゃ変なテンションになってる。でもそれわかりません。ちょっともう本当にみんなの気持ち聞きたい。どうでしょう僕あのノート取られた時のあっていう あのなんか2人の関係性がものすごい良くないですかここのなんか大なやってるあの勝負強いなんかあのガン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 負けん気が強い女の子が勉強してるためにノートまとめたんですっていうなんか誰かこれを曲にしてくれよねえちょっとコメント書いちゃってください本当にめちゃくちゃ僕はいいなと思ってうんそうあのねもうなんだろうなあ まあねもうあとはあの髪をねアップしてるそういう明美ちゃんも可愛かったけどねとかやっぱねあのー、もともとちょっとフェティッシュな部分が強いんじゃないかとか言われてるアニメですけれども全然そうじゃなくてしっかりあのー、女性同士のその同じ学生の友情を描ききってるっていうそのうんなんでしょう キラキラを共有し合ってる感じっていうのが本当にうんなんか舞は舞はより濃くなっていってる感じがしますねうんそれは当然あけびちゃんがいろんなキャラクターいろんな同級生クラスメイトと仲良くなっていってより関係性が変わってるのを我々は気づいてるわけだからこそより深く濃く感じているっていうのがすごく段積みとして正解だなというだからもうやっぱ構成も素晴らしいなと思っている はい、見させていただきました。すいません、あのー、ちょっと、あまりにも気持ち悪いこと言いすぎたかなと思って、今、急遽、急遽ハンドルを切ってですね、少し、ちゃんと真面目な感想動画みたいに喋ってます。すいません。うん。でも本当にね、あのー、やっぱ、えー、お母さんのセーラー服が好きっていう、ここの縦軸もあったから、最後、夏服の服着て、あれをお父さんに見せるくだり、あの、制服着るだけのシーン、 あのシーンだけに見せる。制服着るだけのエンターテインメントってこの世になかったと思うんですよ。これ初ですよ。制服着てるだけですごく、その当然エッチな意味じゃなくワクワクする。その、あけびちゃんが嬉しいんだろうなっていうのを一秒一秒感じながら見れるっていうのは本当にすごいなと思いましたね。で、最後、カオがさ、カオが、 聞いて、うえーってなんの、えぇ、ー、それは、おあげちゃんが、いやってさ、かっこいいとか言ってるのも最高ですよ。あんなし、あんなシーンだけが、死ぬ前の走馬灯で流れてほしいです。本当に。 いやあ、そこ、可愛かったな可愛かったっすよね。いやーよかった。いや、もう、似合う日が来るよって言って、大声でもうモニターにも、似合う日が来るよって言ってぶつけてました。本当に、深夜じゃなかったら、この声量の6倍で喋ってる。いや、すみません。ちょっと最終的またね、変なテンションになっちゃいましたけど、でもそれぐらい、あのー、語彙を捨ててでも、良さを伝えたい。可愛い,い。かっこいい。 いい。これがやっぱ、アケビちゃんのセーラー服の魅力なんだなと、改めて思い知らされました。ぜひ皆さんも、ね、コメント書いちゃってください。どうでした僕は最高でした。はい。ということで、えー、この感想を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、天使むかいでした。ありがとうございました。